いつもご覧いただきありがとうございます。本要約チャンネルのりょうです。今回は早稲田メンタルクリニック院長増田祐介先生の精神科医の本音を解説していきたいと思います。本日ご紹介する内容は第1章 IQ 〇〇以下はやばい、精神疾患にかかりやすい人の5つの特徴、第2章優しい医者はやぶ医者、絶対にかかってはいけない悪徳精神科医の特徴参戦、第3章当てはまる人は要注意、患者が陥りがちな3つの勘違い、うつ病をはじめとする精神疾患は年々増加傾向であり、決して人ごとではありません。ですが最近では精神科医によるセクハラや認定資格の不正取得といった不祥事が後を絶たず、精神科医なんか信用できないと思っている方も多いことでしょう。とはいえ内科や外科と同じく精神科にもいいお医者さんもいれば悪いお医者さんもいます。この動画を見ることで精神科医の本音を知るとともに、やぶ医者の見破り方や本当にいい精神科医の見分け方がわかるはずです。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章 IQ 〇〇以下はやばい、精神疾患にかかりやすい人の5つの特徴。日本では精神疾患を患っている人が年々増加しています。2017年時点の統計では精神疾患で通院入院している人は国内だけで約420万人に上り、日本人の30人に1人が何らかの心の病気を抱えていることになります。また生涯を通じて5人に1人が心の病気にかかるとも言われています。精神疾患は特別な人がかかるものではなく、私やあなたも含め誰しもがかかる可能性があるんです。雑草は言っても精神疾患はかかりやすい人とかかりにくい人がいることもまた事実です。本章では精神疾患を患いやすい人の5つの特徴について解説してまいりたいと思います。これからご紹介する特徴とは、1、日本人に多いある性格、2、IQ が〇〇以下の人、3、男性と女性では圧倒的に女性、4、自分は精神病ではないかと思っている人、5、ブラック企業で働いている人の5つです。圧倒的に女性の方が精神疾患にかかりやすいと聞いてすでに驚いてしまっている女性の方も多いのではないでしょうか。一つずつ丁寧に詳細に解説してまいりましょう。精神疾患にかかりやすい人の特徴その1、日本人に多いある性格。一つ目の精神疾患にかかりやすいある性格とは、真面目な人です。よく真面目な人ほどうつ病になりやすいと言われますよね。これは物事を見る視点の切り替えが苦手であるためだと著者は言います。愚直すぎて何とかしなきゃと思い込み、仕事や悩みを抱え込んでしまう。こうした真面目な人にありがちな思考傾向をべき思考と言います。何があっても与えられた仕事は完遂するべきという考えは、責任感があるという意味では決して悪いわけではありません。しかしこのようなべき思考のために疲れ切って仕事が滞ってしまっているなら、むしろべき思考は思考停止状態であると言わざるを得ません。べき思考では問題は解決できず、ただ自分自身を苦しめ、結果的に周囲に迷惑をかけてしまいます。人に迷惑をかけた不甲斐なさから自信を失い、抑うつのスパイラルに陥ってしまうんです。そんな時は一部を外注できないか、仕事を人に頼めないかなど、客観的多角的に物事を考え対策を打つ必要があります。しかしべき思考の人は完璧主義で、自分の失敗や負けを許せない気持ちが強いため、人に頼ることができないんです。皆さんの中にべき思考が癖になっている人がいたら、まずは完璧でない自分を認められるよう思考を柔軟にしてみましょう。そうすることで精神疾患のリスクも減らせるはずです。また精神科に通う患者さんの中には、世間とずれた常識を信じきっている人が多く見られます。例えば恋人から DV を受けている患者さんで、交際相手に殴られ財布から10万円を抜き取られて、でも好きなんですなどという方がいます。このような患者さんのほとんどが、このような事態を異常だとは感じていないと著者は言います。
子どもの場合では虐待に気づいていないということも多くあります。自分の家庭だけしか知らないために他の家庭もそういうものだと思い込んでいるんです。このような患者さんたちは総じて自分の見ている世界が常識だと堅くなに思っていて、その考えから抜け出せない人ばかりです。つまりこれもある種のべき思考と同じだと言えるでしょう。自分の見ている世界が常識であるべきだと思い込むがゆえに、その異常さに気づくことができないんです。いずれにしてもべき思考から抜け出して物事を柔軟に見る能力が精神疾患のリスク軽減に重要であると言えるでしょう。精神疾患にかかりやすい人の特徴に、 IQ が〇〇以下の人。皆さんはご自身の IQ を測定したことがありますでしょうか。実は IQ が85以下の人は精神疾患にかかるリスクが上昇することが知られています。ご存知の通り、 IQ は知能指数を意味し、一般に85から115が平均的な知能とされています。一方、70以下では知的障害の可能性が考えられ、その境目にあたるのが最近話題の境界知能と呼ばれる領域です。ではなぜ IQ が低いと精神疾患にかかりやすくなるのでしょうか。知的能力が低い人と高い人とでは、同じ仕事をしていても前者の方が容量が悪いと怒られることも多く、おのずと自尊心が傷つけられる機会が増えます。その結果、精神的な病気になる人が多い傾向にあると言われているんです。もちろんエリートと呼ばれる人の中にも精神疾患になる人は一定数います。しかし、そうした人は経済的、家庭的にも恵まれている人が多く、全体的な傾向としては IQ が低い人に比べて少なめです。ただこれは患者さんの知能の問題というよりも社会の側の問題と言うべきかもしれません。 IQ が低くてもそれを受け入れる側の社会が健全であれば、苦しむ人は生まれないはずです。IQ が低いから精神疾患になりやすいというよりも、むしろ社会的な弱者が精神疾患になりやすいという方が正確でしょう。精神疾患にかかりやすい人の特徴その3、男性と女性では圧倒的に女性。さあ、女性の方は驚かれたかもしれませんが、性別で比較すると精神疾患にかかりやすいのは圧倒的に女性の方です。特にうつ病に関して言えば、女性の患者数は男性の2倍以上とも言われています。女性の方が精神疾患にかかりやすい理由には様々なものがありますが、一つは遺伝の問題です。特に統合失調症や双極性障害は遺伝的な要因が強く関わっているとされ、男性よりも女性の方がかかりやすい傾向があります。また社会的な生きづらさや生理による気分変動などにより、男性よりも女性の方が不安を感じる力が高いとも言われています。さらに虐待を受けている人数も女性の方が多いです。仮に親から殴られる家庭環境であっても、男性であれば中学生ぐらいになって体が大きくなれば親もさすがに手出しはできなくなってきます。しかし女性の場合は虐待が大人になってからも続くケースが多々あります。このため総数では女性の方が虐待を受けている人数が多くなるんです。虐待の被害が多ければ、それだけ PTSD などの精神疾患のリスクも高まります。レイプなどの性被害の問題についても同様です。精神疾患にかかりやすい人の特徴その4、自分は精神病ではないかと思っている人。私たち医療従事者の間では、しばしば自分は病気じゃないか悩んでいる人は大抵病気ではないと言われます。もちろん必ずしもそうであるとは限りませんが、自分は病気じゃないかと心配するような人は日頃から健康に気を使っているため病気にかかりにくい人が多いんです。ですが、こと精神疾患に関してはそうとも言い切れません。実は著者によれば、自分は精神病ではないかと思っている人が実際に精神疾患であるケースは数多く、心配な人はぜひ精神科を受診した方がいいと言います。もちろんご自分が疑っていた病気や症状がそのまま診断になるとは限りません。ですが、患者さん自身が発達障害だと思っていたら不安障害だった、うつ病と思っていたら双極性障害だったなど、セルフ診断による通院がきっかけで本当の診断に至るケースが多々あるんです。
最近では私は HSP ではないかと心配して著者のクリニックに来る患者さんが多いそうです。 HSP とはハイリーセンシティブパーソンの略称で、このチャンネルでも何度かご紹介している通り、非常に感受性が強く敏感な気質を生まれつき持った人を指します。HSP は最近注目を浴びていますが、あくまで心理学的概念であり、医学的に HSP という病気は存在しません。ですが HSP を主訴にして来院した人が ASD や社会不安障害であったというケースが多いそうです。つまりセルフ診断が何であれ、現に困っていることがあれば、その背景には何らかの精神疾患が潜んでいる可能性があるということです。精神疾患に限らず、全ての病気は早期発見、早期治療をした方が圧倒的にいい治療効果が望めます。もし自分は精神疾患かもしれないと心当たりがある方は、この機会にぜひ一度精神科を受診されてみてはいかがでしょうか。精神疾患にかかりやすい人の特徴、その後、ブラック企業で働いている人。ブラック企業で働いている人がうつ病になりやすいというのは有名な話ですよね。ですがブラック企業で働くことのストレスが引き起こす病気はうつ病だけではありません。実は過度なストレスは統合失調症などの様々な精神疾患の引き金となるリスクがあります。著者は本書の中で、精神疾患は不運の掛け算によって起きると述べています。精神疾患は元々の性格や気質の問題だけではすぐには発症にはつながりません。性格や知能にいろんな弱点があっても、働ける職場はいろいろとありますし、家族や友達と仲良く暮らしていくことも可能です。しかしそこにブラック企業の問題や虐待の問題が重なることで、遺伝子と社会的なストレスの掛け合わせが起こり、多種多様な精神疾患が生み出されるんだと著者は言います。たとえ遺伝的に抑うつ症状が出やすい人でも、刺激の少ない環境で生活が安定していれば、うつ病が発症することは稀です。ところがそうした人にブラック企業に入社するという不運が重なると、症状が一気に悪化し発症につながってしまうわけです。さてここまでいくつか精神疾患にかかりやすい人の特徴を見てきましたが、中には性別や IQ など自分の力ではどうすることもできないものもありましたよね。ですが5つ目の特徴でお話しした通り、精神疾患は複数の要因が重なることで発症します。もしもこれらの特徴に当てはまるものが1つや2つあっても、職場環境や人間関係などを改善することで発症を抑えることができるんです。また自分ではどうにもならないときは、精神科医のお医者さんに助けを求めることも大切です。とはいえ世間には患者さんの話を聞き流して薬を出すだけのやぶ精神科医がいることもまた事実です。続く第2章では、そんなやぶ精神科医を見分けるためのコツを徹底的に解説してまいりたいと思います。さてその前に一旦ここで第1章をまとめておきましょう。ポイント1、精神疾患にかかりやすい先天的特徴として、女性であること、知能が低いこと、虐待や貧困といった家庭環境にあることなどが挙げられる。ポイント2、真面目でべき思考に陥りがちな人やブラック企業に勤める人は、物事を柔軟に俯瞰することができず精神疾患を患いがちである。ポイント3、精神疾患は遺伝的要因と環境的要因が複数積み重なることで発症するため、発症を抑制するためには環境要因を取り除くことが大事である。第2章、優しい医者はやぶ医者、絶対にかかってはいけない悪徳精神科医の特徴参戦。第1章では精神疾患にかかりやすい人の特徴について解説してまいりました。これらの特徴に当てはまってしまい、すでに絶望している方もいらっしゃるかもしれませんね。ですが安心してください。精神疾患も他の体の病気と同じく、早期発見、早期治療によって治癒できるケースがあります。そのため精神疾患が心配な方は、何よりもまず信頼できる精神科医に出会うことが大事になります。しかし昨今世間にはとんでもないやぶ医者があふれかえっています。最近では女性患者に薬を飲ませてわいせつ行為を働いたということで、新宿歌舞伎町の精神科医が逮捕される事件がありました。恐ろしいですね。では私たちはどうやっていい医者とやぶ医者とを見分けたらいいのでしょうか。本章では絶対にかかってはいけない悪徳精神科医の3特徴について解説してまいりたいと思います。
結論から申し上げますと、皆さんが決してかかってはいけない精神科医は、1、徹底的に患者に寄り添う優しい精神科医、2、精神科専門医ではない自称精神科医、3、患者を薬漬けにする悪徳精神科医の3種類です。最後の一つは言わずもがなですが、前二つは意外ですよね。患者に寄り添うのがなぜいけないの？専門医じゃない精神科医なんているの？と疑問に思われている方も多いと思います。一つずつ丁寧に解説してまいります。絶対にかかってはいけない悪徳精神科医の特徴その1、徹底的に患者に寄り添う精神科医。自分自身を犠牲にしながら患者の治療のために全身全霊を捧げるお医者さん。これは一見立派で模範的な医師像に思われがちですが、こと精神医療においてはこのような献身的な態度は治療に逆効果になってしまうことが知られています。皆さんは共依存という言葉を聞いたことがあるでしょうか。共依存とは患者が医療従事者に依存してしまうのと同時に、医療従事者の側もまた患者に依存してしまう関係性を指します。医師が患者さんに過度に肩入れをすることは、患者さんの治療という本来の目的から離れ、医師に甘え頼る患者と患者への献身に感謝を求める医師という共依存の関係を引き起こしかねません。精神疾患を抱える患者さんの多くは心が疲弊しています。そんな時に医師から過度に優しくされると、患者さんは治療が進んでも医師から離れられなくなり、自立できなくなってしまうんです。一方で医療行為というのは感謝されることが多く、これは医師のみならず全ての医療従事者にとって強烈な麻薬ともなり得ます。このような麻薬に溺れることで、医師は患者さんとの共依存関係に陥ってしまいがちなんです。また徹底的に患者に寄り添うような熱血タイプの医師は、時に患者さんを無理させすぎることがあります。例えば発達障害の患者さんの自立を目指し、一緒に頑張ろうと背中を押しすぎてしまうといったケースです。たとえ職場で苦しんでいたとしても、患者さんは周りから支援されている分弱音を吐きにくくなります。結果的に患者さんが多くの負担を抱え込むことになり、治療前よりも病気が悪化してしまうこともあるんです。著者は本書において、患者さんに線を引いてあげることが医師、特に精神科医の重要な仕事だと言います。そうでないと長い目で見て患者さんに不利益となってしまうためです。患者さんと適切な距離感を取れる程よくドライな精神科医を選ぶようにしましょう。絶対にかかってはいけない悪徳精神科医の特徴に、精神科専門医ではない精神科医。専門医じゃない医師が精神科医と名乗ってもいいの？と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。実はそのような医師は数多く存在しており、決して珍しいことではないんですね。日本の法律では、国家試験に合格して医師免許を取得した人は、精神科だろうが外科だろうが、どんな科の診療も可能ということになっています。つまり医師免許さえ取りさえすれば、たとえそのお医者さんが精神科医療を専門的に学んでいないとしても、精神科医と名乗ることができてしまうんです。特に最近増えているのが、内科や外科などの人の命を扱う大変な科をドロップアウトした若い自称精神科医です。がんなどの身体疾患と違い、精神疾患は自殺を除いて患者さんの命に直結するケースは少なく、専門的な知識がなくてもその場限りの薬の処方だけでしのぐことができてしまいます。そのため精神科クリニックの外来などはドロップアウトしたフリー単位の温床となってしまっているんです。ではちゃんとした専門知識を持つ精神科医とそうでない医師を見分けるにはどうしたらいいのでしょうか。実は精神科医療の世界では専門医よりも重視されている資格があります。それは精神保健指定医という認定資格です。精神保健指定医は厚生労働省が認定する法的な資格で、これを持つ医師は自傷や互いの恐れのある患者さんを一時的に強制入院させる権限があります。精神科病棟の夜間当直などの仕事の際には必須となるものですので、まともな精神科医であれば誰しもが持っている資格です。精神科にかかるときは、そのお医者さんが精神保健指定医を持っているかどうか確認するようにしましょう。絶対にかかってはいけない悪徳精神科医の特徴その3、患者を薬漬けにする精神科医。昨今精神科医は薬を出しすぎだと批判されることが増えてきました。
精神疾患は癌などの身体疾患と違って病気が目に見えないため診断が難しく、やたらめったら薬を処方しまくるやぶ医者が多く存在するんです。では薬を処方されて多すぎるんじゃないかと思った時、患者側はどう対処すればいいのでしょうか。これに関しては多剤療法のルールを使うことで簡単に解決できます。精神科のガイドラインにおいて処方していい薬の種類は明確に定められています。1回の処方において抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ剤を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上、抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上、このいずれかに当てはまる処方が薬の出しすぎに該当します。例えば薬が7種類処方されたとしましょう。7種類もあると薬が多すぎるのではと疑問を抱くかもしれません。ですが抗うつ薬2種類、抗精神病薬2種類、抗不安薬と睡眠薬を合わせて3種類の合計7種類が処方された場合であれば、決して多すぎる処方とは言えません。逆に出された薬がわずか4種類でも、それが抗不安薬4種類であれば出しすぎです。精神科で薬を処方されたら必ずこのルールに当てはめて処方内容をチェックするようにしましょう。さらに薬を処方されるときに渡される添付文書を読むのも大事です。もちろん内容を隅々まで理解する必要はありませんが、それが先生の説明に即しているかどうかぐらいは確認するようにしましょう。また薬剤師さんに聞いてみるのも一つの手です。精神科医がおかしな薬の処方をしている場合は、薬学の専門家である薬剤師がこれは変ですよと注意してくれることもあります。そんな時は信頼できる別のお医者さんにセカンドオピニオンを求めるようにしましょう。さあ、それではここまでで第2章をまとめたいと思います。ポイント1、徹底的に患者に寄り添う熱血タイプの精神科医は一見いいお医者さんに思えるが、実は強依存に陥る恐れや患者を過度に励ましすぎるといったリスクがある。ポイント2、最近は精神科を専門に学んでいない自称精神科医が増えており、精神科を受診する際はその医師が精神保健指定医の資格を持っているか確認すべきである。ポイント3、精神科で処方された薬が多すぎると感じた時、多剤療法のルールにのっとって数量が適切かを簡単にチェックすることができる。第3章、当てはまる人は要注意、患者が陥りがちな3つの勘違い。第2章では、絶対にかかってはいけない悪徳精神科医の特徴を3つご紹介しました。優しい医者はダメなど意外な内容も多かったのではないでしょうか。内科や外科と違い、病気が目に見えない精神科の世界では、このように一見いい医者のように思われがちな医者がやぶ医者であるということが多々あります。一方でその逆に、一見ダメ医者のように見える精神科医が実は名医だったなんてことも多いものです。本章では患者が陥りがちな精神科医に関する3つの勘違いについて見ていきたいと思います。皆さんがかかっている精神科医の中にこんなお医者さんはいませんか。1、診療時間がやたらに短い。2、いつまで経っても病気が治らない。3、毎回たくさんの薬を処方する。実はこれらのお医者さんはそれだけでダメ医者だと決めつけることはできません。その理由をお話ししていきましょう。患者が陥りがちな勘違い1、診療時間が短い医者はやぶ医者。一度でも精神科に通院したことがある方なら、診察時間が短すぎるのではと思ったことがあるはずです。ですが診察時間が短いことは、そのお医者さんがやぶ医者であることを必ずしも意味しません。実は精神科では初診は30分から1時間程度、再診は5分というのが一般的な外来診療となっています。初診はともかくとして、再診の5分というのはあまりにも短すぎる気がしますよね。なぜ精神科の再診は5分が一般的なのでしょうか。それには2つの理由があります。1つは診療報酬制度の問題です。ご存知の通り、診療報酬とは医療保険から病院側に支払われる売上のことです。診療報酬は細かく決められており、精神科の再診の場合は5分以上30分未満であれば3300円、30分以上はいくら長い時間見ても4000円と定められています。つまり再診ではどれだけ長く見ても700円しか違いが出ず、病院側としては儲けを出すために5分程度にとどめざるを得ないんです。このため精神科医は病院経営者から再診は5分で済ませるようにと指示されています。本当はもっと長く診察したいけどできないというのが精神科医の本音なんです。
もう一つの理由は精神科医の数と患者さんの数の不釣り合いです。日本では患者さんの数に比べて精神科医が圧倒的に不足している現状があります。現在日本で精神科医療を受けている患者さんの数は400万人以上いると言われています。それに対して精神科医の数はわずか1万5000人程度です。この状態で一人の患者さんに何時間もかけていたら、すべての患者さんを診察することができず取りこぼしが出てきてしまいます。そのため一人当たりの診療時間を短くせざるを得ないんです。このように精神科の診療時間が極端に短いのは、精神科医ではなく医療行政の問題だということができます。診察が5分で終わってしまったからといって、すぐにそのお医者さんをやぶ医者だと決めつけてはいけません。むしろたくさんの患者さんを助けるために奮闘している隠れた名医であるかもしれないんです。患者が陥りがちな勘違いに、いつまで経っても治らないのは医者のせい。多くの人は医者の仕事は病気を治すことだと思っているはずです。外科や内科などの目に見える病気については確かにそうかもしれません。しかし精神科に限っては必ずしも病気を根治することが医師の役目であるとは言い切れません。精神医学は他の科に比べて非常に歴史が浅い学問です。外科や内科は石器時代の昔から存在するとも言われていますが、精神医学は成立からまだ100年足らずしか経っていないんです。そのため精神科医療はまだまだ発展途上の段階で、がんなどと違い治療法が確立されていない疾患ばかりなんです。また実臨床の現場では、内科で診断がつかなかった患者さんがたらい回しにされて精神科に行き着くなんていうことも多々あり、治療どころか診断さえままならない症例が数多く存在する。これもまた精神科の特徴といえます。このような状況下で精神科医に求められているのは、心の病気を治すことではなく心の病を癒すことだと言えるでしょう。精神科医ができるのはあくまで現状で最も妥当な医療を提供するということだけです。病気の原因や治療法が見つかっていない以上、精神医学に最適な治療法は存在しません。その都度暫定的な診断を下し、その診断に合った現時点で最善な薬を処方するしかないんです。それでも限りなく完治という理想に近づくために、多くの精神科医は日々努力し続けています。病気がなかなか治らないからといってすぐにお医者さんを責めてはいけません。精神疾患はそもそも治療が難しいものだということを念頭に、お医者さんを信頼することもまた精神疾患を治すための大事な一歩なんです。患者が陥りがちな勘違いその3、薬を処方する医者はやぶ医者。最近では精神医療における薬の出しすぎが問題視されており、確かにとりあえず処方しとけばいいだろうとやたらめったら薬を出す精神科医が存在することも事実です。ですが薬を出すからといって必ずしもその医者がやぶ医者であるとは限りません。最近は精神疾患に対する療薬の開発が目覚ましく、統合失調症や双極性障害といったこれまで難治とされてきた病気が薬一つでたちまち症状が抑えられてしまうことも珍しくありません。また精神疾患の患者さんの多くは心に繊細な傷を抱えています。そういった患者さんに対してむやみにカウンセリングを行い、根掘り葉掘り質問をしてもかえって苦痛を与えてしまうことになりかねません。そのようなケースでは、一旦薬で症状を和らげた後にカウンセリングや認知行動療法に移行していくという治療方針を取る場合もあります。患者さんの心に向き合う精神医療は、治療過程も患者さん一人一人で異なり、本当にケースバイケースです。薬物療法に頼っているからといって、すぐにその医者をやぶ医者だと決めつけるのはよくありません。さあ、それでは以上で第3章をまとめたいと思います。ポイント1。精神医療には安価な診療報酬や医師不足といった医療行政上の構造的な問題が多々あり、診察時間が短いからといってその医者がやぶ医者であるとは限らない。ポイント2。精神医学は内科や外科と違い、診断基準や治療法が確立されておらず、そもそも完治が見込めないものであると思っておいた方がいい。ポイント3。精神科の治療過程は患者さん一人一人で異なるため、薬を処方するだけでカウンセリングを行わないからといって必ずしも悪い医者だとは言えない。いかがだったでしょうか。本日の動画では本書の中で特に個人的に重要だと思ったポイントにフォーカスして解説してまいりました。この動画を見てこの本いいなと思っていただけた方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ本書を実際に手に取って読んでみてください。
また本書の著者である精神科医の増田先生は、精神科医が心の病気を解説するチャンネルという YouTube チャンネルを運営されています。登録者30万人を超える大人気チャンネルで、ご存知の方も多いと思います。まだご覧になったことがない方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧になってみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと、励みになる、より一層頑張れますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さよなら。最新動画を見たい方は左をクリック、おすすめ動画が見たい方は右をクリック。チャンネル登録もお待ちしています。